藤原明子は、日本の、第74代天皇、鳥場天皇の皇后。ストク、後白河両天皇の母。女ン号は体験門院。官員流藤原氏の出身。父は、聖二行県大納言。藤原金座根。母は、左中弁。藤原隆史法の女で、堀川、鳥場両代の乳母、公子。大表大臣、実行は、イボアニ、県中納言。 通り左大臣、佐根吉、大井の御門興味室、君子らは、同母敬司。幼少時より、時の時点の君、白川法王とその長期、祇園養王に養われた。七歳の時に、ジップ、金座根を失う。永久三年頃、石管家の着男、藤原忠道との縁談が持ち上がったが、秋子の素行に噂があったため、忠道の父、忠実は孤児し、 白河院の不況を買った。永久五年十二月十三日、白河院を大父として、父方の重帝、蕎麦天皇に受大、四日後には、尿後の戦時をこむった。一ヶ月ばかり経った、永久六年正月二十六日、立皇され、中宮のおごうす。現永二年五月二十八日、第一王子、秋人新皇を出産。その後、保安三年六月、 吉子内親王を生む。保安4年正月28日、白川院は5歳になった秋人に戦争させ、秋子も翌天時元年11月24日に陰号を前下されて体験門院と称した。同天時元年5月に道人親王翌2年5月に君人氏しんを続けて生むが、この両王子は乳児の頃より障害を持っていた。 その後も、翌大春元年7月元内新郎を、大事2年9月11日、正人新郎を年後で出産し、2年後には、抜死、本人新郎も生まれた。このように秋子は、鳥羽三角との間に五男二女を設け、熊の参りにも同行しているが、それは、白川院の在世中であればこそだったという。大事4年7月7日、養子三代の姓を、修った。 白河院が77歳で崩御した。この時秋子は、うる七7月に生まれる本人新郎を、解任中であった。養父である白河院の死を気にして、秋子の人生は安定する。鳥羽上皇が、辞典の君を継承し、帝心を統率後ろ盾を持たぬ、ストック帝は孤立した。鳥羽院は、白河院によって、関白を罷免され、筆足していた。 藤原忠実を起用し、その娘の靖子を皇后に立てたばかりでなく、秋子に代わって、川碑の藤原徳子を長愛したのである。法演五年8月17日、飛ば院は徳子が生んだ生後3ヶ月の第八王子、大人親王を立大使させ、2年後の英治元年12月7日、スト帝に上位を迫り、体、人氏を即位させた。ところが、この天皇即位、 徳子の皇后作立と愛前後して徳子を標的にしたと考えられる図書事件が相次いで発覚し、秋子が裏で糸を引いているという風説が流されるようになる。また、この頃から、ストックインは白川院の種だとする風説が囁かれるようになる。こうして、権勢を失った秋子は、翌後時元年、自ら混流した法婚合院において落職。三年後、 九安元年八月二十二日、朝廷、実行の三条、高倉大にて崩御した。飛ば院は三条、高倉大に駆けつけて、秋子を見取り、臨終の際は金を打ちながら、大声で泣き叫んだという。没後十年目の九十二年七月二十三日、この絵天皇が十七歳で崩御し、計らずも、秋子の生んだ四宮、正人親王が、天皇に指名された。朝廷は、 小白川天皇法とストック条項に分裂し、方言の乱が勃発した。野口花代、体験問飲料の伝量、福藤さなや編、平安朝の女性と、政治文化宮廷、生活、ジェイナー ISBN978 から4から750344812、樋口健太郎、保安元年の政変と蕎麦天皇の高級、初集、樋口、 中世王権の形成と石棺化。ISBN 978から4から642029483。ありがとうございます。